日本海観光バス株式会社は、石川県加賀市に本社を置くバス事業者。加賀市の観光周遊バス、キャンバス及び、河北郡内灘町のコミュニティバス、野田バスなディのほか、湯海リゾートの富山、金沢発着の送迎バスの運行をそれぞれ受託している。また、2020年4月1日に、小松市のコミュニティバスを、小松バスから路線、車両ともに移管して、 運行を行っている。保有車両は主に日野自動車製あるいは須津自動車製のバスを保有している。2017年に高速路線バスに参入。8月に夜行便を運行開始し、11月22日には昼便の運行を開始。いずれもブルーライナーの名称で関西と北陸を結んでいる。これには2022年度に北陸新幹線が 鶴ヶ駅まで延伸され、関西と北陸間の鉄道での利便性が低下することを見込んでいる。ンは2019年6月1日から、関西発の便は、金沢先着で、加賀温泉駅が終着、関西行きの便が、加賀温泉駅始発で、金沢が最終経由地となる。星印は、加賀周遊バスキャンバスのバス停と併用している。小松市内、 内ち町内は、主要停留所のみ記載、ありがとうございます。